ティーズギターはですね、今から27年前、私と兄との2人で、自宅の物置の中を改造して、始めた小さな工房です。それが、だんだん仕事を、たくさんあちこちからいただくようになりまして、少しずつ、スタッフも増え、機械なんかも増えまして、今では15人ほど、おります。はい。OEM、他のブランドの、楽器、ギター、ベースを、制作を依頼されて作っていくという仕事と、並行してオリジナルのギターの製造販売、あるいはリペアなんかをしています。ティーズギターの特徴ですけれど、この松本塩尻、この長野県の中にある他の大きな工場と、一つ違いまして、こう流れてくる製品が流れてくるようなラインがあって進めているわけではなくて、いろんな仕事をさまざまなものが制作が進んでいく中をですね、複数のスタッフが寄ってたかってこう片付けていくような、そういうような仕事の仕方をしています。そこで何が違ってくるかというと、全員でその一つの楽器の最初から最後までを、見ていくということができる、そのことによってそうですね、この楽器はどういう方向性でこういう音になるように作んなきゃいけないんだよっていうのをみんなで同じ方向を見ながら作業ができるっていうところが一番うちの特徴であって強みであると思うんですね。でそのことで、その工場なんかだと最初の人から最後の人までこうなかなか続かない、意思というものですね。そういうものが最初から最後まで一つの意思、一つの気持ちで、その楽器を作っていくことができます。そのおかげで、そうですね、例えばオーダーメイドでも、じゃあ非常に柔らかな太い音色を持った楽器ということになれば、もう材料選びの段階から、あるいは加工の段階からそういうふうに作っていって、で最後組み立てのところまでそういう、いった、意識で作っていきますし、逆にすごくタイトで、そうですね、出音のいい、反応のいいギターを作りたければ、もう材料選びのところから最後まで、そういう方向を詰めていくことで、キャラクターを作り出すことができますね。そのギターの中、作ること、そういうギターの工程の中にはもう100あるいは100以上の、工程がありますけれど、それを、1% ずつこう少しでもよく続けていくことで、一番最後には非常に完成度の高い、ギターが作ることができます。ティーズギターのオリジナルモデルには、大きく分けて、左側の DST タイプ、それから右側の、アークタイプ、2種類のオリジナルモデルがあります。DST タイプの方は、基本的には、ディンキーストラトのシェイプなんですが、こちらのモデルは24フレット仕様、それに、フロイドローズタイプのブリッジがついておりますけれど、プラス一番特徴は、ドロップトップですね。トップに、4A、5A クラスのキルテッドや、フレームメイプルを使った、ドロップトップ構造になっています。特徴として、ですね、まずはプレイヤビリティ、誰が弾いても弾きやすく、性能を発揮することができる、どこをローポジションからハイポジションまで、同じような感じでですね、軽いタッチで弾けるということを非常に、目指していますね。もう一つの、アークシリーズ、こちらになりますけど、こちらは完全に、オリジナルシェイプのボディを持った、モデルになります。特徴は、セットネックタイプの、構造と、表がトップ面がアーチドトップになっているということですね。
こちらもやっぱりトップに 4A、5A のキューテッドあるいはフレームメイプルを使っていますけれど、例えばこのアークホローという、これ一番上位機種になりますけど、これの特徴はホールがついています。これ通常は F ホールと呼ばれる、まあ、F の形なんですけど、これは T 図の T の字をもじった形のホールになっていますが、中がブリッジ下を除いて、全てくり抜いてしまっています。全て、だいたい5ミリくらいの厚みで全体がくり抜かれていますので、非常に軽く、また響きもよく、少しエア感を伴った感じの、ギターになっていますね。トップ材はもともとのこのキルテッドメイプルの厚みは25ミリ、だいたい1インチありますので、それを削っていって5ミリのこのアーチの形の板にしていますので、5分の4は、木くずになってしまっているんですけれど、まあ、バイオリンなんかと同じ削り出して作っていくことで、いい音色を、作り出しています。もう一つ特徴はヘッドのアングル。これはあのレスポールなど一般的な、こう角度付きのギターに比べて非常に浅い角度のアングルになっていまして、例えばこちらはウィルキンソンのトレモロのついたギターですけれど、アームを使った時でも、ナットの部分での摩擦が非常に少なく、音程の狂いも、最低限に抑えられています。このホローの他に、アークスタンダードという、中にチェンバー構造は持っていますけど、ホールがついていなくて非常にソリッドに近い、タイプもあって、ただいま人気です。はい、ティーズギターの目標ですね。もうすでに27年間、こういうギターを作る仕事をしていますけれど、もともとはギターを作る、ギターを作ることをなりわいとするっていうことが目標だったので、今、まあ、その夢を、叶えている最中じゃないかなと思ってるんですけれど、やはり、一人でもたくさんの方に私が思う、弾きやすい楽しく音楽ができる楽器を持っていただきまして、そうですね、音楽を、まあ、エンジョイしていただく、それが目標の一つですね。それと、もう一つはやはり、まあ、自分が楽器が非常に好きだということがありますので、同じく楽器を、演奏する方々とですね、こういうオーダーメイドの楽器を通して、あるいはリペアとかメンテナンスなどを通してですね、たくさんお付き合いをさせていただいて、長い間、この仕事を続けていきたいと思っています。